空気は綺麗だし、あとこう周りの緑、ね、もう本当贅沢な環境だよね。今から25年前かな、初めて自分の店を出すっていうのがこの工芸の里だったんですよ。で、工芸の里でも一番の若手で、本当にもう仙台弁で言ったらやろっこだよね。もう何も分かんない。で、ここはもう焦げし屋さんの他にいろんな職種の人が入ってて、先輩たちに囲まれていろいろ教えてもらってね、25年経ったんですけど、本当にこう恵まれてたなと思いますね。こけしにはいろんな形があるんですけど、うちのこけしは仙台の伝統の形のこけしです。で、特徴は、まあ、色が赤と黒だけのシンプルな色使いが特徴なんですね。あとは形がこういうふうにへこんでます。で、これなんでこういうふうになってるかというと、こう子供が持った時に持ちやすいようにここのとこがへこんでるんですね。うちはね、私で3代目なんですよ。やっぱごまかし仕事はするなよってよくうちの親父には言われましたね。ものづくりで大事なのは見えないところをどういうふうにきれいにしていくかが大事なんだろうって。で、こう正面とかはね見えるんで丁寧につくんだけど、この下の部分であったり背中の部分とかに傷とかあってはいけないんだと。こけしってね、やっぱりこう手作りなもんですから、同じように見えて一つ一つ全部違うんですよ。だから、まあ、作る方としてはみんな真剣に作ってんだけど、やっぱり違うんだよね。今度は私の手を離れて、その買った人のものなんですけど、そこで今度可愛がってもらうんだよね。こけしっていうのはめでるっていうんですけど、そこでこけしを可愛がってもらって、そこのこけしがだんだん成長していくって言ったらおかしいけど、いい感じになってくるんだよね。不思議な感じだけど、大事にすればするほど可愛くなるんですよ。あの伝統工芸は伝統のものだけ作ってたんではダメなんだね。進歩がないっていうか、私自身の進歩がないんだよね。で、いろんなのに挑戦して、で、まだこの伝統に戻った時に少しは進歩していくかなって。あの、同じものを作ってでも、同じものを作ろうって気持ちで作ると下がるんだよね。だから前作ったやつよりも上手に作ろうってこうなんか鼓舞するっていうか、無理やり前のようにもっといいの作んねえの悔しいなっていう気持ち持ってないと、どんどんこう落ちていくんだよね。なんか同じものを慣れてしまうとね。で、そこは次作る時はもっとここをこうすっぺとかってやっていかないと、こう昨日作ったの見ても、昨日作ってその時は満足してんだよ、おー結構いいなとかって。で、次の日見るとね、ってちょっとダメだなってなって、それをずっとやっていくしかねえんでね。そいつだって俺が作ったの最高だって言ったら終わりだよ。あとはもう死ぬしかねえんでねの。いろんなこけしとか生地玩具とか作ってるんですけど、やっぱり本来の伝統の先代の伝統の形のこけしをきちっと時間をかけて作りたいなって思ってます。伝統こけし
そろそろちゃんとしたやつ作んなきゃいけないかなと思ってます。